こんにちは、山路和弘です。こんにちは、パクロムです。ね、この度、夫婦でチャンネルを始めることになりました。はい、わー、まさかまさかじゃない。ずいぶん前から言ってたんだけど ね、できた。まあ、きっかけとしてはヤマジがゲームのゼルダを、そうか、はい、めちゃめちゃやるんですけど、そのゼルダのリンクに私が声をねちょっと当てた動画をちょっと友人に見せたところ、ちょっとめっちゃ面白いじゃん、 YouTube やんなよって言われて、おーで、じゃあ崖登るよ、はい、ちょっと違うな、今日見ちゃったから、なんか違った今、違う、いや実際やってくれないと困っちゃうのよ、ね、そうね、じゃあもう一回やって、違う、そんなの、あ、それはあのプロレスのあれだ、おう、そう、レトロックレトロックされたプロレスだ、ちょっと、もう何、どうしたの、ごめん、調子いいね、さっきちょっといっぱい引っ掛けたからね、うん、ね、はい、ということでね、はい、まあ、2024年の1月あたりからかな、早まる可能性もあるし遅まる可能性もあるけれども、あの週1ペースでね、なんか、まあ今更だから ね、そうそう、みんないろいろやってるんだけど、今更 YouTube って今更やるんだよ ね、でもなんかそれが私たちらしくない、そうね、遅ればせながらちょろちょろと好き、ちょろちょろと皆さんのなんか癒しになり、ね、私たちも癒しになったらいいな、ね、そうそう、まるで仲のいい夫婦のようにね、痛いんだよ、これ何なのこれ、え、やよいおしなんだ、違うでしょ、これ私が買ったやつだし、いいじゃない、やめてよ、なんでやよいちゃん入れてんのよ、やよいちゃんがちょっと顔でしょ、なんかちょっとかわいそうってんじゃねえよ、いやいや、ちょいちょい売るんですよね、やめなさい、ねえよとか言う、ごめんなさい、すいません、かわいそうってんじゃないわよ、ね、今猫が通り過ぎたんですけどね、こっち来いよ、来ないね、来ないんだよね、あ、そうなんですよ、だからちょっと我々ね、猫の毛まみれ、毛まみれなんですけどね、おじさん、どういうことをやるわけ、ちょっと待って、私やっぱすぐ抱いてくれね、おー、チュビちゃん、おっと、おー、チュビちゃん、スビオです、うちのスビです、うちのスビオです、スビオだよ、はい、まあどんなこと、はい、どんなことする、うん、スビオに声を当てる、いいね、あ、それいい、ちょっとやってやってやって、得意じゃん、やって笑う、スビオだってちょっと何ちょっと何新キャラ出たんだけど、ヘアンディ・ビランネみたいな、俺の縄張りを荒らすんじゃねえみたいな、誰てりゃいいとんじゃねえんだよちょっと完璧じゃないですか、飛んだよ、ね、飛んだね、スリオくんね、言っちゃいましたけど、まあ、そういうのやらば、うん、もうほら、大好きな大塚宝珠さんとか、あー、ね、宝珠とか和彦とか、うん、ね、飲み屋シリーズ、そう、ずっと飲んでるだけっていう、あー、いいかもわかんない、ね、それちゃんとあの山地が料理したりとか、ね、あいつら俺が作ったのなんて食ってくんねえかもよ、そんなことないよ、一緒に作ってくれちゃうかもよ、宝珠さんとか、あ、素敵、それ素敵じゃない、宝珠と二人でエプロンして、そうそう、おせろで料理作って、作っちゃうよ、グッズ貸しちゃえばいいじゃない、あとあの家族にウィンドサーフィン教えてくれよ、それは俺だ、自分で言ったけど今失敗した、いや絶対嫌だ、それやらせます、絶対嫌だやらせます、達人らしいからね、そう、あの、もう一つ YouTube を始めたいなと思った理由が、うん、趣味がないんです、ないんだよね、うん、いや、俺は料理が趣味だと思ったんだよ、うん、思ったんだけど、みんなにこう話してるし、うん、それは仕事だねって言われたんだよ、うん、何が言いたいの、あ、ごめん、うん、家でね、好きでやってるんだよ、もちろん好きで、ね、もちろん好きでやってるんだけど、ね、好きでやってるんだけど、ね、でも命令されてもいる、まあ、いやいや、そんなことはないです、本当に皆さんに召し上がっていただきたいぐらい美味しいんですよ、ごまかすんじゃねえよ、いや本当に、だからそのゆくゆくね、ちょっと山路のカフェみたいなのとかね、やっちゃったりとかね、コーヒー飲めないじゃん、いやだからカフェ飯ね、カフェ飯、カフェ飯、あとそうですね、私も何かあのゲーム音痴なんですけれども、私にできるゲーム、そしてみんなにちょっと教えていただきたい、あのどうやったらいいのかみたいなこと、シューティングだけじゃん、好きだ、買ってくれるって言って買ってくれてないじゃないライフル、ああそう、うん、やめる、いやいや、ライフルじゃ買ってもらうんで、ちょっとあのバンバンって撃つやつとか、
まあ、あとそうですね、いろんなね、私も某兄貴とか、なんかそういう方々に来ていただいて、なんかちょっとどうなのよみたいなね、マクロミさ、やめなさいよ、もう本当に、もう今のカットです、もう、本当に、やめな、全然似てない、かけらも似てない、やめなさいって、だからもう、本当に、もう、やめて、カットです、カットです、もう本当に、マクロミさん、私の方が似てるんです、カットです、完全に。でも何よりもこれ、ゼロ号なんですよ。はい、我々まだこのチャンネル名を名付けずに始めてしまうという無謀なことを、無謀なもんね。皆さん何がいいですかねっていう、ちょっと名前ぐらい決めなよって思ったかもしれませんけれども、絶対思ってる、ね、思ってるよね。皆さん名付けの親になっていただけると嬉しいなと思うので、ぜひぜひチャンネル名募集しちゃいたいなって思います。やっぱ今のところ、ね、候補としてあるのは夫婦チャンネル、懐かしいじゃんそれ、うちの思いは夫婦チャンネルだよ、うん、バトルチャンネルまあらしいけどね、その方がね。いやでも皆さんはきっと癒しを求め、あ そ, そんなこともないのかもね。いや、それは分かんない、あそこが絵があるでしょ、あウィッチャーの、ウィッチャーというゲームで、それちょっと貸して、主人公のゲラルドをやってましてね、こん結婚した時にこんなのいただいて、いやだ、ちょっとめっちゃ埃かぶってる、ちょっと埃が落ちてないようにウィッチャーコーンなんて言われたんですけどね、なんでそういうのがあるぐらいだから ね結構バトル系かもあるんだね。そうですね、いっぱいとにかくなんかいや楽しいなってことやっていきたいなっていうふうに思います。まあ、いつからアップするかというとですね、そういう情報は公式ツイッターを、開設しますので、そちらで発信していきたいなって思います。チャンネル登録と、ツイッターじゃない、今 X っていうの、 X っつうんだよ、 X だよ、そう間違えちゃった、チャンネル登録と X をね、フォローして、楽しみに待っていただけたらなと思います。とてもいいですし、この動画の、コメント欄でもいいですし、そこに見たいもの、やってほしいもの、もしくは参加したいものみたいなの、何でもいいので、あるいは一人一人やれとかね、そう、一緒にやるんじゃねえよみたいな、そうですね、でもそれもぶっちゃけあると思います。山地一人バージョン、私一人バージョン、まあ、あんま決めてないっすっていう感じでね、やっていきましょうね。でそのいただいた中で、第1回の収録しようかなと思ってますんで、ね、よろしいかな、ご強めとか、ね、うん、何か一言ない、結構喋ってるよ、5分でいいって言って、そうで5分でいいって言って、もうずいぶん長いよね、こんなボリュームちょっと巻かれるね、ってお前が喋りすぎる、やっと喋るの、どうしたらいいの？頑張ってください。お待ちしてます。チャンネル登録してください。なので皆さんと一緒にふわっと作っていけたらなと思いますので、力入らないで ね肩の力を抜いたチャンネル。分かるよ、そんなこと言って。やっぱり力入れるような。そう、お前はそうかも。嫌だ、俺そんなの。嫌だよ。やるかもしれない。あ、消えた。映さないで。終われない、終われない、終われない、そう、来たほんとに、ちょっとびっくりしちゃう、はい、びっくりした、事故ったのかと思った今、そんなに変わるもん、ついてる、はい、ということでね、はい、チャンネル登録皆さん、ぜひお願いいたします、一緒に楽しみましょう、はい、ということで